さて、授業 A 後半のレッスンを続けよう。ちなみにくだいと同じような言葉として何々できますかではなく何々したいですと言い切っちゃう言葉。ジャック、 I would like to。 そう、こちらを使うのもありだよ。例えば、今夜あなたと夕食に行きたいです。I would like to have dinner with you tonight. 今夜、あなたと夕食に行きたいです。I would like to have dinner with you tonight. 永遠に君といたい。I would like to be with you forever. 永遠に君といたい。I would like to be with you forever. 君が欲しい。I would like to be yours.すごく欲しい。I would really like to be yours. 君と二人でハワイに行きたい。I would like to go to Hawaii, just the two of us. I would like to go to Hawaii, just the two of us. 前園先生。君とハワイに行って、僕と君だけの時間を。あの海で、そして僕たち二人はもっともっともっと、先生、気持ちが出ちゃってますよ、前園先生。僕の個人的見解は関係なかったね、失礼。じゃあ続いて、先生、時間です。お疲れ様でした。次の方のレッスンお願いします。もうそんな時間か。あ、ジャックさんはこの後、授業 B 担当の先生もあなたとのレッスン希望なんで、そちらもお願いします。前園先生、お疲れ様でした。さっさと次お願いします。はーい。まあ、この後って誰が彼女を担当するの？後ろ田先生です。後ろ田、あいつか。まあ、個人的見解だけど、彼には気をつけて。きっとやたら優しい態度で接してくると思うけど、それって彼の手口だから、油断しちゃダメだよ。前園先生、他の先生のことを言うのはやめてください。だから個人的見解だって。じゃ、今日はありがとう。さよなら。またね。最後に一言。Could I have lesson time for you again? I would like to meet you again.